フリーアナウンサーや女優、タレントなど、マルチに活躍している田中みな実さん。ぶりっ子なキャラでブレイクし、現在では多くの女性が憧れるビジュアルや高い演技力、トーク力で人気を集めています。そんな田中みな実さんの父親や生い立ち、最近の活躍など、様々な情報をご紹介します。目次、田中みな実の父親はエリートビジネスマン、両親は離婚した、田中みな実には姉がいた、その経歴に驚きの声。田中みな実の生い立ちは、父親がつけた名前に、そうだったの、田中みな実が月9に初出演、父親も喜んでくれていると思う。田中みな実の現在、これからは、田中みな実の父親はエリートビジネスマン、両親は離婚した。2020年1月発売の週刊誌、女性セブンによると、田中みな実さんの父親は金融機関に勤務するバリバリのエリートなのだとか、仕事で海外を転々とする暮らしを送っていたため、田中みな実さんも幼少期を海外で過ごしています。真面目な性格で子育てにも厳しく取り組んでいたという父親は、娘の夢を誰よりも応援していたそう。そういった家庭環境で育った田中みな実さんは、TBS でアナウンサーとして活躍。やがてフリーアナウンサーとして再スタートを切るまでに飛躍します。ところが、その2年後に両親が離婚。喧嘩別れではなく、お互いの今後の人生を思い合った円満離婚だったそうです。田中みな実さんは両親が出した決断をしっかり理解し、娘として以前と変わらない態度で接し、二人のことを応援しているといいます。田中みな実には姉がいた、その経歴に驚きの声。田中みな実さんは3人兄弟の次女として誕生しました。週刊誌、週刊女性によれば姉は東京大学を卒業している秀才で、現在はコンサルタント会社に勤めているのだとか。田中みな実さんはそんなエリートな姉にコンプレックスを抱いていたそう。そこで、姉が苦手とするスポーツ分野では勝ちたいと思い、器械体操を始めます。その結果、高校時代にはキャプテンを務めるまでに成長。姉に負けたくないという一心で素晴らしい功績を残しています。このことを出演した番組で話すと、姉妹揃ってすごいね、と話題に、どんな育て方をしたらこんなに優秀な子供が育つのと共演者も驚いていました。田中みな実の生い立ちは、父親がつけた名前に、そうだったの？田中みな実さんはアメリカ・ニューヨークで生まれました。この時、父親が知人女性の名前にあやかって、エイミーというミドルネームを命名。そのため、田中みな実さんの本名は、田中、エイミー、みな実と言います。その後、日本に帰国しますが、小学1年生の頃から再びイギリス・ロンドンやサンフランシスコに渡り、海外暮らしをすることに。そして、小学6年生の時に帰国し、日本での中学校受験に挑んでいます。田中みな実さんは2015年4月3日放送のドキュメンタリー番組、アナザースカイ、日本テレビ系に出演し、幼少期を過ごしたアメリカ・ニューヨークを訪れました。番組では、田中みな実さんが生まれた病院や家族で暮らしていた家などを紹介。田中みな実さんは終始、懐かしそうな表情を浮かべ、思い出に浸っていました。最後に父親からの手紙を受け渡されると、目から涙が。そこには娘のことを大切に思う親の心境が綴られていました。田中みな実が月9に初出演、父親も喜んでくれていると思う。田中みな実さんが、2021年10月スタートの月9テレビドラマ、ラジエーションハウス2、放射線科の診断レポートを、フジテレビ系の第1話にゲスト出演しました。同作で演じたのは、天才バイオリニストの宝生マリン、
満員御礼のコンサートを行っていたところ、突然倒れ、主人公らが勤める病院に運ばれます。画像は複数あります。左右にスライドしてご確認ください。田中みな実さんはフジテレビのインタビューで、初めて月9に出られて嬉しい、と喜びをあらわに。続けて、親孝行になりました、とコメントしています。ドラマ好きにとって、月9はある種のブランドみたいなところがあって、そんな枠に出演することができて、とても嬉しく思います。両親は、きっと月9に出るのをと喜んでくれると思います。親孝行になりました。フジテレビューより引用。田中みな実の現在これからは、田中みな実さんはグータンヌーボに関西テレビやあざとくて何が悪いのテレビ朝日系などのバラエティ番組で MC を務めています。画像は複数あります。左右にスライドしてご確認ください。女優業にも精力的に取り組んでおり、2021年7月期のテレビドラマ僕の殺意が恋をした日本テレビ系では物語の鍵を握るメインキャストを演じました。そして同年11月19日より全国で公開される映画ずっと独身でいるつもりでは映画初主演を務めています。映画、ずっと独身でいるつもり、予告、主題歌、西名、デビー、11月19日、金曜日公開。同作は、それぞれの悩みを抱えた女性たちが、自分にとっての幸せの形を見つけるまでを書いた物語。主人公を演じる田中みな実さんは、映画の見どころや、演じた感想をこのように語っています。主演、田中みな実、本田真美役。この作品は結婚できない女の話ではありません。結婚しないで生きていくと決めた女の話でもありません。30代、結婚しているとかいないとか、子供がいるいないで何かと判断をされることがありますが、それって本当に大切なことでしょうか。結婚している女は幸せで、していない女は不幸せ。自身も30代半ばに差し掛かり、このタイミングでお話をいただけたことに大きな意味を感じました。主人公の本田真美、36、に共感するところが多かったわけではありませんが、仕事がうまくいかないとき、ふと結婚を逃げ道として浮かべた過去は確かにあったなと振り返りました。主演だからと気負うことなく自由に演じることができたのは、福田監督はじめ現場の皆さんが作ってくださった温かで柔らかな空気感のおかげです。自分にとっての幸せは何か？あらゆる雑音を排除し、前向きに考えるきっかけになれば幸いです。映画、ずっと独身でいるつもり、オフィシャルサイト、より引用。田中みな実さんは、2021年10月からスタートする吉高由里子さん主演のテレビドラマ、最愛、TBS 系にも出演します。同作では、物語のようになる殺人事件を追うフリーのノンフィクションライター、立花しおり役を演じます。田中みな実コメント、会社員として勤めていた局のドラマ作品に出演できることを感慨深く思います。物語の展開が目まぐるしく、早く先々の台本を読みたくてうずうずしています。自身の役柄に関しては、序盤はあまり出てこないのでまだつかみきれていないというのが正直なところ。塚原監督には、極力、田中みな実っぽさをそぎ落としたい、と言われているので、意識的にそぎ落としていかなければな、と思っています。あら。とにかく色気を出さないように、座るときは足を広げ、カメラの持ち方一つとっても荒々しく。と、普段の自分との対極を求められているようです。真相究明に躍起になるようや、取材対象に向かっていく気迫のようなものを感じる芝居ができればと思っています。クランクイン前なので、今はカメラの扱い方や、記者の方々のリアルを研究中です。
TBS より引用、タレントや女優など、さらに活躍の場を広げている田中みな実さんから今後も目が離せません。